ただいま朝の6時十何分でございます。今寝起き風を撮ってるんですけども、実はもうね、私は朝5時から起きておりますので、もう17配信で瞑想してきたなうなんですけども、今日は私はですね、十津川村に来ております。住所はね、奈良なのか和歌山なのかちょっと県境なんですけどもね、今日はですね、玉木神社というね、玉を置く神社っていう、私に なんてなんかね、この説明が難しいんですけど、私国立の御事だと言われてて、自分についてる神様っていうのかな、なのでその国立の御事がいる玉木神社には絶対行った方がいいよっていうことを結構いろんな人に言われてて、翔平さんですね、前 YouTube で一緒に生配信した翔平さんに言われて、今日ねちょっと翔平さんのとこ行くんですけども、せっかくこっちの関西の方まで来たので、もうこれは今行くしかないなと思って、今回結構な遠出だったんですけども、もう行こうと思って今日は来ております。で今はね、十津川村の道の駅に来ておりまして、今日は道の駅に昨日ね夜着いて寝ていました。もうね、最近は毎朝5時から瞑想してるんで、もう今はもうビンビンな感じなんですけど、私はね、ちょっとせっかくなんでね、足湯があるのでちょっとね紹介したいと思います。今から外行きましょう。まず降りるとこんな感じです。後ろが川なんですけども、多分これが十津川。むちゃむちゃ雨が降ってたんでね、ちょっと濁ってますけれども、もう私朝から足湯して瞑想するのがめちゃめちゃ私の理想なんですよ。理想な毎日なんですけども、ちょっとおじいちゃんたち喋ってるから邪魔しないようにね。じゃあもう行きましょう。そんでね、世界遺産がやっぱこの辺いっぱいあるんですけど、私が今一番気になってるところが、その玉木神社って選ばれし人しか行けないって言われてて、行けない方は本当にたどり着けないらしいんですよ。でも私はもう今行ける気しかしてないんだけども、果たしてたどり着けるのか、ちょっとレッツゴー、行ってきまーす。やばい吊り橋見つけちゃったんですけど、どうする？私絶対行けないけど、ちょっとだけ降りましょうか。この熊野古道をさ、やってみたいよね。この熊野古道を歩くのすごいやってみたいんですけど、私の友達ねやってるんだよね、熊野古道全部歩くの。っていうか私まだパジャマなんですけどやっぱさ、そのみんながよくたどり着けないとか言っていう意味が分かった、なんかね、ナビが全然よく分かんない。あー、ここは近道なのかもしれないね。もうこれはね 100% 私は行けないやつだけど、うわマジでもうここで怖いもんだってやば、やばい、もういやー、これ渡れるのすげえね。私絶対無理だわ。もう今ここで怖いもん。半分ぐらいまで頑張って行ってくる。あ、ちょっともうこの携帯を持ってられる自信がない。でも私言うて、あーあー、もうすごいね、もう携帯持ってられる画面見て歩けば行けそう。いやすごいね、これ歩いて行けるのすごいね。あ、これはもう、うわすごい、私、あ、めっちゃ、あー、もうめっちゃ虫がいっぱい。わあ、よくチャレンジしてるよ。私偉いよ、本当に。もうやめとこっかな。こんなもんでいいかな。わあ、でも、こいつちょっと、普段は多分めちゃくちゃ、水、もう綺麗なんだろうね。すごーい。これ本当の熊野古道だったら、これ渡らなきゃいけないんだろうね、きっとね。ちょっとすごいね。熊野古道めっちゃ行きたい。もういいや。ちょっと怖い。これもう全然行けない。もうすごいね。あっちまで来てみんな行けちゃうんだろうね。ああ、でもこっから行くとやっぱ近いんだろうね。来たの近道なんだろうね。ちょっとそのなんか素敵なところがあるから、行くだけ行ってみよう。車はめちゃくちゃ入りにくいみたいなんですけど。まあ、ちびっちゃいワゴンあるなんで行けるだろうと。ちょっとごめんね。全然あの橋まで行けなくてごめんね。さあ、レッツゴー。Cチューブ。ちょっと近くまで行けるみたいなんで行ってみましょうか。とにかく見てこれ。すごい。怖い。ちょっと待って。あ一人で行くの怖いよ。でも行きます、みんながいるから。っていうか早くパジャマから着替えたいよ。怖いけどどうしよう、行くか。怖え。みんなに絶景を届けるために頑張って行くからね。うわすげえ怖い。戻れるよねこれぐらいじゃ。うわーすごい、あーすごいです。行きますよ、メンタキまで3、2、1、てってれー。パワーがすごいね、パワーが。うわーもうなんかドキドキが止まらない。素晴らしい景色ありがとうございます。わあこれさ、マジで私の今の夢ね、こういうところに一緒に来てくれる人で一緒に歩いて、熊野古道を歩いて今の川とか滝とか入りたいよね。いやでもすごいね、この熊野古道の素晴らしいところってさ、知らんけどだよ。でも本当に全然知識がなくてごめんなさいなんだけど、もう私坂本龍馬とかが大好きなんですけど、絶対あの江戸時代からさこの景色って変わってないと思うわけ。なんかそこにめちゃめちゃ感動するんですよね。絶対変わってないと思う。いや、まあ、絶対とは言えないけどさ。じゃあちょっとなんとか集落行けるのかわかんないけど、すごい道です本当に。頑張るぞ。Cチューブ。なんかあのマジで超高いよ。あのね、ここまで来る道も相当すごかったです本当に。まだ朝7時にもなってないんで、200m、もうせっかくここまで来たからね、ちょっと行ってみたいと思います。もう何回このレッツゴーやってんの。しかしさ、なんかほんと玉木神社で無事着くのかもちょっと不安になってきてね、やっぱね。でも私はもう今行ける気しかしてないんだけども。
じゃあ行ってきましょう。また着いたら行くね。着いたらみんなに見せるね。世界遺産こちら、なんとか集落っていうのかな。ねえ、この道が多分さ、そういうことだよね。なんかさ、知識のない人が勝手に人ん家入っちゃってるかもしれないね。すごい鈴なんとかある。なんかあれなんだって、未だに水道が通ってなくて川の水で生活してるって書いてありましたね。もうそういうの大好き。すごい、なんかほんと日本昔話に出てきそうですよ。ちょっとだけここ行ってみよう。でもきっとこれも熊野古道の一個ってことだよね、きっとね。わー、紫陽花も綺麗でござる。私有地だった、やっぱ人ん家だよこれ。やっぱ人んちだった、失礼しました。そこがね、でもこの多分この空気感が世界遺産なんだろうね。なんていうの、空気感というか、なんていうの、この生活わかる。でもなんかジャパン、オージャパンってなるよ、ね、多分これだと思うんだよね。なんとか集落っていうんだと思われる。こんな感じでした。さあ、ついにこっからもう玉置神社行こう。世界遺産だよーっていうね、遺跡碑でございました。ついに、なんかドキドキしてきてますが、向かうぞ、今度こそ玉置神社に、レッツゴー。まだつかないかいって、ちょっと素敵。こっから歩いていくんだね、これをね。めちゃめちゃいい。そしてちょっと湧き水っぽいのを発見したので、多分これを水道にしてるんだろうね、この村の人たち。自然の恵みをいただいていきたいと思います。まぁ、ちょっと雨降ってたからね、ちょっと濁ってるかな、ね。ちょっといただこう。いただきます。あー。梅、これ多分さ、すごい思ったのはさ、もう真夏のさ、めちゃくそ暑い時にこの熊野古道を回ったら超気持ちいいだろう。そんでこの川の水で顔洗ってさ、こっからあと30分ぐらいで着くっぽいのでね、頑張ります。湧き水飲んで元気いっぱい頑張るぞということでね、もうね、すごかった。いやー、やっぱ選ばれしい人しか来ない場所なんだなってね。途中めちゃめちゃ土砂崩れとかやばくて、やっぱ私選ばれしい人じゃないのかって思ったんですけど、到着しました。はい、ということで、あのね、本当にね、あのなかなかな道でした。すごいね、あのこれは確かにね、すごかった。途中本当土砂災害とか落石注意ってめっちゃ書いてあったけど、もう石落ちてるやんみたいなところもすごいあってね。でもね、なんか純粋にさ、このさ、私たち当たり前にさ、車で走ってるけどさ、この道路作った人たちすごいなって思った。いつからなんだろうね、この道路のね。なんか私それをすごい知りたいなと思ったんだけど、このアスファルトの道路にしてくれた人たち、相当すごいよね。ありがたいなって、本当にもう今ありがたいがいっぱい溢れてるんですけど、本当ありがたいなと思ってね。はい、せっかくでございますからね、じっくり皆さんにお届けできたらと思います。一瞬いきます。どうしようかしら、この木の棒あるけど、結構山を歩くと思うんですよね。でもいいか、若いから頑張って木なくても歩いていこうと思います。今まだね、一の鳥って書いてあったから、多分上まで車で行けると思うんですけど、ちょっとせっかく来たからやっぱね、力行きたいなと思って。もう本当に、すごい場所ですね、これは。わぁ、すごい。いいね。なんかこのさ、岩の色がさ、すごいね、緑。緑っていう緑してるね。いろいろと言われてたりするみたいなんですけど、悪霊退散とかなんかこう、ついてるものを取ってくれたりもするみたいね。恋愛成就とかね。でもなんか私はね、国立の御子と、御子さんにご挨拶にしたいなと思ってたんでね。これさ、何よりもさ、またこの道戻ってこなきゃいけないっていうところで、結構頑張らなきゃだけど。いやー、まあでもちょっとね、まあ35歳になったばっかなんですけれども、今もさ、いろいろと、今日一日だけでもさ、不安って止まらなくなるわけじゃない。あ、これ、間に合わなかったらどうしようとか、世の中でさ、生きていく上でさ、絶対にさ、やらなきゃいけないことっていうか、命に関わること以外、私は絶対なんてことは多分ないんじゃないかなと思ってるんですよ。確かに、私はでもめちゃめちゃ時間とか超気にするタイプよ。超時間気にするタイプだから、遅刻とか絶対しちゃいけないと思ってるけど、仕事はね、特に。けど、時間にもしね、遅れてしまったからって、死ぬわけではないじゃないですか。誰かが死んじゃうわけでもないじゃないですか。そう思ったらさ、すごくこれは極論な話をしてるけど、もう絶対に守らなきゃいけないことってないやんってちょっと思っててね。それなのになんかさ、特にうちのお母さんそうなんだけど、よくお母さんを出してごめんねって感じなんだけど、なんかついついさ、自分はこうしなきゃいけない、絶対今この時間に帰んなきゃいけないとか、もちろんね、絶対ある、それもあるんだけども、ちょっとふとなんか一個諦めてみるっていうのもありだなって私は思ってて、まあ今回もさ、ここに来るのに迷ってたの、本当は別のプランもあったからね。でもさ、なんかやっぱり今自分がこの感覚を本当大事にした方がいいなと思ってて、今自分がここだなって、なんかピンと来ちゃった
ったりとか、心が反応してるっていうのは、やっぱ呼ばれてたりとか、なんか今の自分にしなきゃいけないことってそこだと思うんですよ、私は。で、それを大事にしてあげること。で、それってさ、すごくさ、怒られたりもすると思うの。なんか私もすごいそこは思うよ、自分でも。すいませんって。けどさ、それぐらいさ、自分のピンときたことって大事にするべきなんだなって、すごく今感じててね。そんでさ、いろんな人がさ、大抵はさ、ああ、でもこの人にこういう迷惑かけちゃいけないから、今の自分はピンと来てるけど、こっちを選ぼうって言ってやってしまうと思うんですけど、それも別に悪いことじゃないし、それも一個の選択だと思うから、私は全然それもいいと思うんです。それはあなたがすごく思いやりがある人だっていう、優しい人だなって思う。で、別にそれを選ばなかったからって言って、優しい人じゃないってことでもないんだけれども、それでも、その自分のピンと来たを大事にして、行動してあげるっていうことが、やっぱりそれが自分を愛していくっていうこととか、自分を生きるってことにつながるんだろうなって思って、まあ本当に人に迷惑をかけていいとは私は思わないけれども、でも多少なね、すごい命にかかることじゃないんだったら一言ごめんなさいって、ちょっとこっち行きますって言ってもいいんじゃないかなと。ああ、ちょっと山の神様だって。ちょっとさ、片手でダメよね。ちょっとここ置いちゃおう。すごいずっとごめんね。まずは山の神様。素敵です。山の神様。そうだ、なんかすごく勝手に自分で勝手に忙しくしてたりとか、勝手にルールを作って今これじゃダメだとか、これをやってなきゃいけないとか、すごいやってるなって。ちっちゃいことでも私はめちゃめちゃやっちゃってるので、でそれですごい不安になっててみたいな、まあ、今もさ、いろいろ今日一日のこと考えるとさ、不安にはなるんだけども、でもさ、ほんと不思議なんだよね、人生って。なんかこう決めるとさ、なんか実感のその時間軸までもさ、変わってきたりするよね。普通ここ10分で行けないとこだよね。なんかすごい早く行けちゃったりとかさ、自分が決めると本当にそうなるようになってるんですよね。あ、すごいよね、人間のね、可能性。なんかその35になって、私そこを本当にね、今年は頑張りたいなと思ってて、その存在価値っていうものを自分がなかったってことに気づいたっていう話を、10年かけて私はそこの大事さを気づいたんだっていう話をしてたんですけど、なんかさ、木とか本当その存在価値みたいなのをめっちゃ教えてくれるなって私は思っててさ、だってもうあの人たちさ、何千年何百年ってさ、ここに立ってるわけじゃんね。存在してるだけで尊いよね、本当に。いいんだよっていつも私はそんな気がしててさ、木がね、いつもいいんだよって、本当にそのままでいいんだよっていつも言ってくれてる気がして、木に触るのとか木に会いに行くのが好きなんですけど、この3月入ってすっげー病んでたんですけど、私すごくそれがやっぱりその病んでる最中は本当苦しくて、マジでもう本当もう生きていく希望が何も見えなくなっちゃったんだけど、でその時はもう本当人生終わったなって思うんだけどね。でもやっぱりそれって本当発想の転換じゃないけど、本当に自分がいい意味でやっぱりその存在価値ってものとちゃんと向き合ったからこその無価値感を感じたんだろうなって思うわけ。ちゃんとその自分で価値があるとかないとか、ちゃんとそこを見ることができたから、すごくその自分の真の部分に落ち込めたのかなって思っててさ、間違いなくそのプロセスだったんだなっていう、すごいそれを感じたからさ、だからもし今ねすごい辛い状況にいる人とかと、人生苦しいと思ってる人は、絶対にねそこから絶対絶対に抜けられるし、すべてなるようになるので、絶対に。だからなんか私も今こうなってるから言えてるだけでさ、本当にその時は言えなかったし、何も見えなかったし、希望が見えなかったしだったんだけど、まあちょっとだいぶ喋ってるね。ちょっとまだまだ道は続くので、またちょっと本堂に近づいてきたらカメラ回そうと思います。急に終わらせてごめんね。私あと言いながらもう、あれ待って待って、見えてきたぞ。もうあれ、そうだよね、上、あれ見えてきてる。そんな言うほどでもなかったかも。なんかさ、2、30分歩く覚悟でいたよ。もうそうこう言ってる前に着きました。全然近い近い、すごいね、来れてよかった、ほんと。はい、じゃあ読みましょう。難しい。本当にさ、いろんな神社とか行って思うけどさ、本当足腰がさ、ちゃんと元気なうちに、親もそうだけど、こういうとこ連れてきてあげたいよね。
し見事すぎてございます。そしてね、何よりもすごいのがこれ、いきます、3、2、1、じゃっじゃじゃー、すごい、やっぱシャーになっちゃった、伝わらんな動画じゃ、もうなんか圧倒的にここだけエネルギーがすごい違う。3000年だって、3000年もここにいるんだよ、すごくない？もうほんと尊い。そしてあちらの夫婦杉、あれはすごいね、感動するね。今思ったんですけど、樹齢3000年ってことはさ、今2024年じゃん、それより前ってことでしょ。いつも自分に、今の自分に必要なメッセージをくださいということでね。中吉、神の教え、神の試練の苦悩の石に、斧が心の玉磨く。苦しいこと、辛いこと、悲しいこと、すべてが神様から与えられた試練なのです。心を沈めて過去を振り返り、自己の行為を反省し、ただ一筋、信頼寺に努めましょう。仕事を大切にし、真心を尽くして家庭を守りましょう。くじけぬように足元に根を張り、迷わぬように心を磨く日々の行く手には、必ず新しい希望の道が開けてきます。まあなんか、まさに自分にぴったりな感じ。桜花、盛りは過ぎて降り注ぐ。雨に散りゆく夕暮れの庭。思いもかけぬ煩い起こりて心痛するが、心正しく身を慎めば、年長く頼りの耐えし縁邪魔たわ。他人の便ありて喜び事が出てきます。何事も運に任せ、思い煩うな。願い事、他人に助けにより望み事が叶う。急ぐな。全部なんか一人、待ち人、早く来ず、訪れあり。失う伏せ者、手近にあり、見えず、旅立ち、遠くは行かぬがいい、マジ、飽きない多くは通う、通う、損あり、学問、雑念をしても気を立てよ、売るのは待て、争い十分でない、控えよ、恋愛、自己抑えよ、恋愛、自己を抑えよ、だって、どういうことだ、自己、やっぱ、顔出すなってこと、良きところなし、待て、ああ、そうなんだ、お産、親の身大切にせよ、安産、病、新人せよ、治る、縁談、にわかに向こうの心がわかる。心和やかに持て。なんか今感じてることはお参りとかもしてね。若干自分のその意志の弱さみたいなのを少し今感じてて。ちゃんと言語化して自分がこうしていきたいんですっていうのを改めてまたここに来てもいいのかもなーなんてちょっと思いました。ぜひね、選ばれし者が来れるらしい。あなたも来てみていただければと思います。すごく素敵なところでした。おまけ。道の駅に戻ってきました。ちょっと本当はおにぎりが食べたかったんですけど、全然売ってなくて、結局お蕎麦を食べました。大根おろしがめちゃくちゃ辛いって言ってました。大根おろしが怖いからちょっと一旦寄せて、私お蕎麦はねそのまま食べる派なんですけど、いただきます。めちゃくちゃうまい。これは本当食べてきてよかった。めちゃくちゃうまいっす。ちょっと後で足湯、本当ね足湯しながらおにぎりを食べたかったんですけど、またちょっと後で足湯も取ります。いただきます。やばい、お気をつけくださいって言ってたんですけど、本当に辛い、びっくりする辛さ。ぜひこれ食べてみてほしい。ということで戻ってまいりました。また朝に戻ってきた感じですけど、これが気になって買っちゃったんですけど、ゆうべし、私が超好きな感じ、ゆず、ゆうべしはゆずの中に味噌、そば粉、ごまなどを詰めて蒸した後、天然乾燥させた珍味でございます。絶対好きじゃんと思って買ってみました。ちょっと今は食べれない。あと温泉、いやーちょっとね、またここでおにぎりをゆっくり食べたかったけど、でもそばめちゃくちゃ美味しかったです。ただマジで辛味そば本当に辛いんで、普通のざるそばをおすすめします。ぜひ十津川村、そして玉置神社もね、皆さん行ってみてください。